SJOA プロデューサーのしめさばです。明日4月22日、メンテナンス後から始まるアップデート情報を紹介します。紹介する内容は開発中のため、実装時には異なる可能性がありますのでご了承ください。明日のアップデートからは、ナラティブダンジョン、ラ・ドルチェビータが始まります。今回のお話は、ワールドボスワイアットのストーリーの続きになります。簡単におさらいすると、オタク3人組のお話で、同人誌を書いているミリタリーオタクの奥のおさみちからワイアットが生まれて、テンプレオタクみたいな、タクワタクロウからテオファノが生まれました。で、もう一人、コスプレイヤーのくるみがくるみっていう子がいたんですけども、この子だけチャイルドが生まれませんでした。今回のお話はですね、このくるみちゃんが、チャイルドが欲しくてたまらなくて、主人公に粘着するお話です。まあ無事契約してチャイルドが生まれるんですけども、その新チャイルドがアルテミシアです。バカバカしい。どう考えたって、私の契約者より可愛い子なんていないわ。宇宙一、可愛いのよ。軍人っぽい感じのお姉さんですね。今お見せしてるのは絆解放前の姿です。絆解放後は、もしかしたら YouTube さんに怒られるかもしれないので、一旦ここではやめておきます。スキルはこちらです。非属性の補助型ですね。スライドには確率で不死と、あとスキルクールタイム減少があります。また、ノーマルとドライブには出血不要がありますね。ドライブではデバフ中の味方を対象に凶暴化を付与できます。デバフを受けている味方が多い場合に状況を逆転できるかもしれません。ただ、味方がデバフを受けてない場合は、凶暴化も発動しないので注意が必要です。そしてもう一体新チャイルドがいます。ストーリーの中でくるみちゃんが美青年に出会うんですけども、この美青年もなんやかんやあって契約することになります。それで生まれるチャイルドがこちらです。ゲームでも現実でも置いてあったお金は全部もらっていいのよ。そもそも簡単に見つかる場所に隠しておくのが悪いんだし、邪魔してるわけじゃないのよ。はい。なんてこったって感じの格好してますよね。同人誌とかでよく見かけますけど、性格は多分見た目とかなりギャップがあるかなと思います。ちなみにドリアスは、絆解放前だけスマホ版と PC 版で見た目が少し違います。スキルはこんな感じです。闇属性の回復型で、無敵、持続回復、復活とか、チームの生存力を高めてくれるスキルを多く持ってます。コンテンツ制限がないので、いろいろな場面で使えるのも強みですね。ただ対象が、闇属性に絞られるスキルも結構あるので、闇属性が中心のチーム編成に組み込んであげると強みを活かせそうですね。無敵はノーマルとドライブにあるんですけど、対象とか効果時間が違っているので、それぞれ全然別の使い方になるかなと思います。そしてですね、このチャイルドの契約者の美青年なんですけど、くるみちゃんにコスプレを勧められて、女装コスプレをすることになるんですよね。で、その契約者の、茅森楓くんが、女装コスプレをした契約者コスチューム、ちょっとややこしいんですけど、が、ランフェイのショップで優勝販売されます。僕が買っちゃった。このコス、最初は違和感あったけど、だんだん馴染んできたね。女装コスプレなので、声は男性になってます。なんで、楓くんが女装コスプレに抵抗がないのか、とかっていう部分も、ストーリー読むとわかりますので、ぜひ、ナラティブダンジョンのストーリー読んでみてください。最後にソウルカルタの紹介です。今回追加されるのは、ダフネのソウルカルタ、春の海辺でお散歩です。PVP 向けの能力を持っていて、ショップと召喚に追加されます。それでは今回のアップデート情報は以上となります。明日のアップデートをお楽しみに。はい、しめさば雑談コーナーです。楓くんの女装コスの話をちょっとしようかなと思うんですけど、まあ、女装コス、イラストも、ボイスも、納得感があるようなものにしたいなって思ったんですよね。っていうのも、私もコミケよく行ってたので、コミケとかだとやっぱ女装レイヤーさんとか結構いるじゃないですか。で、私の友達とかにも、いたので、やっぱりこう、女装コスって言ってて、完全な女の子キャラみたいに見えちゃうのは、ちょっと自分としてはちょっと違和感があったんですよね。で、女装コスって、体型とか顔とか、もともと整った顔立ちだったりすると、もちろん結構女の子なれるし、そうじゃなくてもうまくやれば隠せたりするんですけど、肩幅とか腰回りとか、現実だと一番わかるのは手だったりするんですけど、よく見ると男の体好きだなみたいになってる見た目にしたくて、いろいろちょっとアートチームと話しながら作り上げました。あとですね、やっぱり女装コスっていうと声だけはやっぱりなかなか難しいんですよね。で、女性声優さんに演じていただいたら万人受けはすると思ったんですけど、やっぱり個人的にね、男性声優さんに演じていただきたくて、今回は、島津康介さんという方に、男性キャラとして演じていただいたんですけれども、これを機にね、皆さん、新たな扉を開いていただければと思います。それからですね、土曜日からツイッターでカウントダウンみたいのも流れてますね。これも、ぜひ楽しみにしていただければと思います。それでは明日のアップデートをお楽しみに。